いやこれはその薪で石でできたオーブンで焼くからこそこの味になるんだよっておっしゃってくださってるんですけれども、やっぱりそういう5月病とはおさらばだった。あ、はい、もしもし。なあ、ははは、はよ、あ、カリア、どうした？放損効果って知ってる？あ、放損効果？イリノイ州シカゴ郊外の いいえ、こちらこそありがとうございました。いや、出てくるまでそのどういう風に上げてるかわからないそのか。調べられたそうなんだ。OS、 え、結果は明るくすると生産性アップ。あ、そうか。でも暗くするとさらに生産性アップ。え、実はこの検証が物語るのは工場の従業員が実験のため注目されていたというところがあるんだね。注目？つまりね、人間っつうのは他の人と違う扱いを受けたり注目されると能力を発揮しやすい。今日のお便りのテーマは世界のティータイム、ご紹介しましょう。東京都の小谷恵子さんです。 7,8 年前になりますけれども、フィンランドに行った時、若い途中の避難小屋で一休みした時、とにかく部下を注目してあげてください。見られている、そのことだけで人は成長します。頑張ります。それ言うために電話くれたのか？